やっほー <laughs> 何これこれ支援ゲージって何これじゃん今日は ファンの方が。くれた。服を着てみました。似合ってますか。まあ、まだいないんですけど。多分。間違えた。まあ。まあ。今日もかいや、もう概念。まあまあ。 流れ星ありがとうねイいやさ触覚姫ヒメカットにしようか迷ってんだけどどう思う <laughs> 姫ヒメカットでもヒ、ね、メカットにしようか迷ってるえでもなヒメカットはこ,これだからいいであって耳かけでヒメカットは多分ダメなんだよなこは。 りかかすりもしなかった <laughs> いやまだ大丈夫当日まであるから <laughs> 大丈夫まだ諦めるのは早いニャニャン大好きんじゃ星じゃあ混ぜたレインボーじゃあ流れ星ありがとう前髪は切ってないですなんか短いよねなぜか短いです <laughs> 久しぶりだねそう昨日から配信を始めました メール来た <laughs> クッキーありがとうクッキーありがとうまたありがとうこれはプレゼントか <laughs> って思ったけどちょっと反射するのでまたありがとうとりあえずダメだったまだあるけどまだありますよ諦めちゃダメですよよかんないけど でも違う逆にさトレード10枚以上出ててさ出ててさ当たらなかったってことはその逆に10枚の中で当たった人もいるってことだよねだから10人当たった人がいるってこといきなり始まったから遅刻したえ全然あのゲリラでした時は遅刻の概念ないのでいやうークッキーありがとう トレード当たった人いるんかな岩いしの人で <laughs>。みんな外れてるけど。忍者師ありがとう。かわいいありがとう。今月2月度の生写真購入。あ、本当にありがとう。そう、生写真出てるから、ワンツースイフォーよろしくの写真ですね。ぜひ買ってください。あの、モバメとかブログでも写真を貼るので、ワンツースイフォーの。 よろしくー。風呂敷ありがとう。風呂敷、あ、てかさ、サイン会いたよね。いたいよね。んじゃあしありがとう。塾長は皿押しの人だ。クッキーありがとう。やべ、くっついた。勝負ないし分かりにくい。いや、全然、全然、ゆあちゃんね、まあ、さすがに塾長なので、ね。 理解力はあります <laughs> ありがとうね、ゆあのために長文送ってくれてチョコボありがとう姫カットね、一時期してたの明日のズボンはね、パジャマ <laughs> 下のズボンはパジャマです姫カットはね、このこ,こここ、これ、これがもうちょっと太いみたいな感じ です人情しありがとうえそうプロフト写真って思ったんだけどなんかあのなん,なんて言えばいいかなプロフトの写真さいやないのよここの長い方の触覚が <laughs> そうないのよだから一緒かなと思って雰囲気変わるかなえでもさすがにダメかな すごいダメな気がする変えたら勝手にくそー今日は初オーディションから百回目の話マジで本当に数えててくれたのありがとう百回えめっちゃ記念じゃん一まるまる百百百回目のオーディションですあ間違えた 間違えたと100回目の配信ですえもう100回もしてんのには常連じゃんショールームのまあまあ、そのままで姫だからもうホ本当ですかそう研究生はねストレートチョコボありがとう姫カット推奨しますかでも若干今も姫カット気味だよね <laughs> まあまあ。えそうだよねなんでトレード10枚以上あるのに外れるんだろう ハタありがとう。クッキーありがとう。えわかる姫メカット感強いよね今でも。多分巻いてないからあれね。こんばハは。タありがとう。前髪切りすぎて坊主みたいってそれどんだけ切ってるの <laughs> めちゃめちゃ切ってるじゃんそれ。もうここじゃん前髪。<laughs> クッキーありがとう。ハタありがとう。クッキーありがとう。 割エグいのかな11日どうなんだろうはたあ,ありがとうそれず当たらんかったかそっか当たった人逆にいるのかなかわいいありがとうはたあ,ありがとう配信を見てから寝るのがいい本ほんとにってことは毎日。 来て,るてかさみんな毎日来てるってことは逆にみんなの方が毎日アイドルじゃねって思うあっ毎,毎日オタク毎日オタクです皆さん毎日オタクです音羽ありがとううちはゆあにゃんえ全然なんでもいいよゆあにゃんでもいいし川村ゆあでもいいしゆあちゃんでもいいし塾長でもいいし川村でもいいよ <laughs> とりあえず外れたそっかー トレードテスト史伝説なのねえ、ほんとにそう。生誕祭だから、癒しの人がたくさん当たってほしいんですけど。クッキーありがとう。ハタありがとう。チョコバーありがとう。ハタありがとう。みやまるさん、ゆあちゃんのお誕生日プレゼントそうなんですよ。めちゃめちゃに喜んでくれて。めちゃめちゃに喜んでくれたんですよ。 えマジうれしかった <laughs> マジうれしかったマジでいや美穂丸さんにあげたやつマジあのー、一目見てこれだって思ってそう絶対これだーって思って買ったら美穂丸さんが買おうとしてたやつででしかも好きなブランドだったっていうねめっちゃ嬉しいくないめっちゃうしいんだけど。 座席ツイートした本当ありがとうねあとで見るわ任せて流れ星ありがとうみゆちゃん今日も可愛い好きありがとううん花束ありがとうレインボスターありがとう バレた <laughs> えそうだよまたありがとう来年生徒会ありがとう待ってもう1年後ってやばいね1年後ってやばいね普通にねロイヤルマッチでガキしないで <laughs> ガキしないでロイヤルマッチあれさロイヤルマッチのさなんか何キャノン砲みたいなやつがあるんだけどあれさ3000円もすんだよやばくない クッキーありがとう確かにねストレートとは両方ツーウェイってやつですねツーウェイクッキーいっぱいありがとうニャニャン大好きニャニャンお願いがあります今回のシングルの衣装で写メ撮ってたらメールに載せる OK でもねなんかほぼあんま撮ってなくてそうあんま撮ってなくてほぼブログに載せちゃったんですけどまたやります それな !YouTuber じゃなくてショールーマーでショールーマーです職業なんですか配信者です今日も還年チュピチュピチャパチャパチュピツピタバタワ1 0百回目のそれそれそんだけ受からんのって感じなんだけどありがとうクッキー 98回訪問悔しい <laughs>。でも普通にすごい。98回も来てくれて。だって2回しか来れてないんだよ。やばないそう。常連です。100回のうち80回以上来て。ねだってもうオーディションから見てる人はやばいもんね。そう、前にチャンシュ消えちゃったんですよ。だから、どうしようと思って <laughs>。 これからも毎日配信をまた再開した方がいいのかもう別に自分の好きな時でやった方がいいのかって迷ってるところですまあでもさ前の初日でも間に合わなかったじゃんショールームだからこれからあのに制服の目が始まってから間に合うのかって話なんですよ 前の初日の時は毎日チケットがあったから継続したけどって感じなんだよねまあはそれだけいにお祝いしたい人が多いねマジ嬉しいです本当にうれ <laughs> しいです。クッキーありがとうクちゃんあそっかそっかそうだよね用事ある人もいるよねテストはまだ、あ、まだ帰ってきてないんですよでも まあでも出来としてはほぼ勘なのでマジでマジで勘なのでえそうなんだよ制服の目っていう公演がめちゃめちゃ人気だから毎日ちょっとこれ見れてなくて毎日 <laughs> ありがとうございますありがとうございますパジャマ系パジャマ系なのかなこれはパジャマ系なのかニット 皆さん、毎日おたクですよ。<laughs> 塾長にしてくれる, <laughs> あ <laughs> るあ。ありがとね。リップ塗るに合ってる塾ちゃん。あ、いやニャでありがとね。マジで、うちは嬉しいんだよね。マジ、全員のうちは写真撮りたいもん。<laughs> え、そうだよね、言ってたよね。前って言ってたよね。え、なんか結構、 初めてレベルで前じゃない。え、みおるさんメールに書いてたえ、嬉しい。嬉しいんだけど。嬉しいんだけど。うん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 。いいなぁ。いやもうメール取りたい。嬉しい。嬉しい。なんかいや、みおまるさんの一回お試しメールを取ったことがあって。でもめちゃめちゃ初期の写真で、そのお試しメールが。<laughs> めちゃめちゃ初期の写真で、めっちゃ初期だった。 え、好かれてる本当に <laughs> そうなんです。だってさ、みおまるさんといえば、チークのイメージが強かったのね、いわ。で、もう、マジで、その見た瞬間、もうみおまるさんの色だったの、そのチークが。で、なんか渡すときに、みおまるさんが、化粧品といえば、 チークだと思っっったんですよてて言ってこの,この, v こ,の v この V? この V だって思ったんですよって言ってでチークですって言ったらえそうチークめっちゃ好きって言っててでチークマジで成功しました私マジで成功して嬉しい人情師ありがとう え、そう、しかも、そのね、そのチークを、あの、みおまさんの生誕祭のでつけてくれたんですよ、あんな大事な日に。大事な日に、今があげたチークをつけてくれてて。マジやばくないマジ嬉しくない <laughs> 本当に嬉しくないだってさ、普通なんかさ、 生誕祭はさ生誕祭っていうか大事な日はいつものメイクいつも使ってるやつのいつもメイクしてるやつで盛りたいじゃんでもその初めて使うチークを生誕祭でつけてくれてもうめっちゃ嬉しくてマジでめっちゃ可愛かったしうんめっちゃ似合ってたし生クの目入れるのが先か 握手会トークク確かにねまあぜひ私の生誕それがあってほしいんですけどえわかるチビチビもらえるよねあれ <laughs> ロイヤルマッチュのニなニャニャか,かありがとうございますフフたありがとうクッキーありがとうえそう初めて口元隠してたかもペンライトありがとうクッキーありがとう はありがとうトークカーで着れる衣装は結構いろいろあるんですけどその衣装を着るか迷ってます今どうしよっかなーって,はてありがとう猫、ね、ちゃんありがとうね <laughs> 知らないって歌 <laughs> クッキーありがとう ありがたありがとう,ありがとういや全然全然ねゆあのショールーム1日目でも嬉しいですから半日なんて結構見てますよ半分かクッキーありがとう誰もありがとう今日も好きありがとう両思いビームです 両思いビーム。だるまありがとうチョコバありがとうだるまありがとう自分の好きな時っていいかなでもさみんなに毎日会いたいのはあるんだよ <laughs> だるまありがとううんー どうしようかなでもこのショールームがリアの楽しみでもあるからって感じうま,だるまありがとうありがとうねみんな優しい言葉をおかけしてくれて <laughs> だるまありがとうあ待たせたなさん言ってた。 そうなんですよえてか4月からなのそれ高校卒業した時点でじゃないの24時までって4月からなのえー、いやもうやっとあと1ヶ月ぐらいだとか思ってたのにバラありがとうえど,どうなんだろうねいつから正式に24時までできるんだろう是非皆さんあのいがあが24時までできるようになった初日は24時までやるのではーい 誰もじゃないチョコバーありがとうそうば前のささ委員会で言えばさカメラのワイプにさなんか適当にさこういっちゃったのそしたら熊崎さんがなんか笑ってた。<laughs> 制服の名所公演は土日の公演になりそうなのか。ああ、なるほどね。土日だから高いのもあるのか。チョコボありがとう。えー、でも毎日配信できないくらい忙しくなりたいですね、私は。あのね、いや、バイトでも忙しいのが好きで、そう、バイトやってた頃、もう暇なのが耐えられなくて。 もう本当に耐えられなくてバイトの暇時間が <laughs> もうおしゃべりしてるのも楽しいんですけどやっぱ働,働きたくてそうしかもさサブウェイなんて立ち仕事マジで座れないの休憩時間以外本当に座れなくてでいや普通に8時間とかやってたからずっと立ちっぱなのやばいね だめ <laughs> だったそっかマジでああが当たった人いるのかにゃ <laughs> 4日からもばめえ本当に嬉しいありがとうやったね毎日絵送ってますもう絵のネタないけど <laughs> <laughs> セーター後ろの席だけどステージからうちは見えるえ見える見える 見えます。全然見えます。え、メンバーのメール取りたいんですけど、メールってさ、な、ん、何アプリなのあれは <laughs>。なんか、お試しメール取ったときは、調べたら出てきたんですよ。でもなんか、正式にメールを取る、あれがわかんないんですけど。え、取りたいお目取りたい 地球くまちゃんありがとう飛行機ありがとうロケットえそうなんですよ撮りたいのが本,本望なんですけどえ瀬戸さんたったおめでとう <laughs> いやあのサイリウム振ってね紫赤ピンク振ってねあ熊崎さんのファンなんですね 大好きありがとう大好きチョコ G G ありがとうはただいまあまた電話来たよありがとうまたありがとうえそうなのマジでナイスじゃないセンスいいねって言ってくれたもんえマジで嬉しかったいやセンスはない <laughs> センスはないいやでもいやうんミオマルさんにセンスいいって言われたからあるか。 ギャルの知識 <laughs> そういやいや違いますよ。た、イヤがこの目で一目惚れしたやつですから。もう絶対これは、あの、ミオさんにつけてほしいと思ったから。嬉しいですよ、マジで。音波ありがとう。今何時ですかハートありがとう。クッキーありがとう。そうだよ。<laughs> マウント取ってみた。 キモ,キモニャンやめてください <laughs> えそう絶対めちゃめちゃ気に入ってくれてるからつけてくれてるよね嬉しいよね <laughs> いやマジビカンズのやばい本当にえマジでやばいねニ,ニャやにゃん大好きありがとう <laughs> え本当にっほことお気に入り嬉嬉嬉しししいいいよ 忍者あ違うチョコバーありがとうマリャゃシしンすごく大変だと思うから無理せず楽しかってねありがとねほんとにきまやマジあれさきも自分がきもすぎていや見れんかったもんいやまあ見たけどね見たけどえこごみのパックそうこごみがねパンプレくれてパックがあってこちらなんですじゃん じゃんこちらのね4種類のパックをくれましたしかも見てこれくろみちゃんくろみちゃんなんですよすごくないすごくないっこれはなんか唇プルプルにするやつなので11の前日の夜につけたいと思いますいや朝の方がいいのかい分かんないけど然全然つけます <laughs> 当たたっもしユアに当たってたユアに当たったおめでとうえすごすごすごトレードで当たった人いるぞぜひユアのサイレンもってください当たったからにはもうねユアちゃんの振るしかないと思いますね <laughs> 100キロありがとううん話すことは一応考えてるけどそれを一期一句言えるかはわからない <laughs> やばいてか時間ないねめっちゃ時間ないねごめんね <laughs> やちゃんが食べたチョコを食べて本当にに23個本当に <laughs> 試してくれたのありがとうでしょ23個以上入ってるんですよえそうなのじゃあ4時から4月からかえそうだよねあんま夜にやるとさ朝方の人があれだよねそうだよね あ、そうそう。基本的に毎日だけど、できない日もあるっていうマインドでいこうかな。え、そうだよね。24時だとみんな寝ちゃうよね。わかるわかる。そう、忙しい方がモチベー上がるタイプ。<laughs> え、そう。何回時計見てもえ <laughs> ズッキーさん当たったのセ服の目えあ、17か、17か。17か。11だと思った。そう、17はいないんですよ、ゆうあちゃん。 あ、今日縮小ポーズを撮ってるのは、ファンの方からもらったやつだからって思ったんですけど、これを来た、来たんですけど、もうあの、くれた方いないんですよ。<laughs> 見に来ていないんですよ。ねやばい、時間やばい、時間やばい、時間やばいよね、時間やばいよね。あ、確かに確かに、昼間の変な時間でもできちゃうのか。ねえ。

12位の方が猫ちゃんの探偵の方。11位、え、待ってかわいいうちはちょっと待って、スクショする。え、め、え、これうちは作ったのえ、めっちゃかわいいじゃん。センスの塊やん。かまたりやん。やばありがとうね。まじ待ってる。見つけるから。10位の方がイヤが描いた。花束のクマちゃんの方。待って。 カラバナさん、カラバナさん、カラバナさん、カラバナさん。<laughs> 9位の方がこ、これあれこれあれピカチュウあの、サトシサトシですかこれ。<laughs> 8位の方、イアが描いたバツマルくんの方。7位の方、あれイアのツインテールじゃないですかこれ。激レア。<laughs> 6位の方、イアが描いた青いフクロウの方。待ってるね、11、あ、じゃ、十一。 5位の方、ユアが描いたパンダの方。ま、じゃありがとね、一生さ、名前の後ろにユアのサイリームがついてて嬉しいです。4位の方、ユネさんのアバターの方です。ありがとね、サイン会。って何回も言ってるか <laughs>。3位の方が、ユアが誕生日の前然に描いたアバターです。2位の方が、この方もユアが描いた。誕生日前に描いた。 アバターの方ですね一位の方が安藤さんのアバターの方ですありがとうね <laughs> バレたそう中富の鎌鯛嫁なんじゃ公演のさ自己紹介え待ってやりたいけどやりたいけどあんま知ってる人いなくない <laughs> あんま知ってる人いなくない <laughs> てかなんかさメンバー間でシーンってなりそうじゃないな何それみたいな <laughs> 言いたいけどえ本ほんとメモ見ていいのえどうしようどうしようかな こんばんはいえゆユアぴピーのうちは作ってもらったほんとに嬉しいんだけど <laughs> 嬉しいんだけど <coughs> てか覚えてるのユアッピーユアぴピーって言ってって言ったよねユア <laughs> え全然いいよありがとね8位8位の方ユアが書いた修羅像の方9位かちょっと変わっちゃった <laughs> ありがとねいや全然マジでありがとう壇上乗ってくれていつも乗ってくれてありがとねいやあの誕生日のこうやってやってる <laughs> ありがとね生誕生楽しみですめちゃめちゃそれな滑りそうじゃない普通に滑りそうだよね 危ないくしゃみ出る危ねえ今仕事終わった仕事生うえごめん、ね、そうだよねイヤガそうだよねイヤガとかいうかごめんねごめんねっていうかごめんね <laughs> でもありがとう見てくれてあのメール電子見たから書くからねえ楽しみにしててねえっ生徒だったマジ アンコールの頃ねなんだろうねどういうこと石油送こるってううえマジトレード当たりますよう、ね、に <laughs> 明日は当たる明日は当たる明日は当たりますなにふ何ちゃんの剣が多くなってしまった、ね、星なんだけど何の剣だトーク会か握手会かねトレード今何枚出てんだろう 新たに出るってことえぐいな。僕もお願いします当たりますように <laughs> マジで。本当に当たってほしいみんな。いやわかる。塾長コールわかる。でもアンコールで着替えた時に塾長聞こえてきたらめっちゃおもろいけどね。<laughs> 明日4時販売かみんなにお願いしたいところだけどむずいよね <laughs> むずいよねえ、でもとりあえずいっぱいコスプレするので見に見たい方は皆さんお願いしますいっぱいするのでありがとうねえなんか生体院の方あんま当たってないって聞きました 生体委員はあと絶対当たるとかあればいいのにねとりあえず1枚1枚かおやすみえー、追加してくれるのありがとう嬉しいマジ嬉しい握手はすごく握るので <laughs> おやすみみんなありがとうね 確かに <laughs> 確かに